横浜高速鉄道港未来線。港未来線は、神奈川県横浜市西区の横浜駅から同市中区の元町、中華街駅までを結ぶ横浜高速鉄道の鉄道路線である。都市計画法に基づく都市高速鉄道としての名称は、横浜国際港と建設計画都市高速鉄道第4号港未来21線。鉄道溶欄記載の路線名では、 港未来21線となっているが、旅客案内場は使用されていない。路線図や駅ナンバリングで使用される路線カラーは、紺色、路線記号は MM。2004年、平成16年2月1日に開業した。全線が、近く間で、横浜港未来21地区、館内地区を通る。馬車道駅元町、中華街駅間では、本町通りの直下を走っている。 通過する地域は地盤の弱い埋め立て地であり、各駅とも近い4から5階と深いところを走行する。東路線の開業に際して、東急東横線の横浜駅桜木町駅間が廃止され、東横線と東路線の相互直通運転が開始された。元町、中華街行きの始発列車が横浜発である以外は全列車が東急東横線と 相互直通運転を実施しており、本路線と東横線は列車運行面では事実上一つの路線として運行されている。また、運転業務は東京急行電鉄、東急に委託しており、横浜駅で乗務員交代は行わず、東急の乗務員が本路線内も引き続き乗務する。また、駅業務に関しても、東急の子会社である東急レールウェイサービスが 担当していたが、2012年4月より東急との共同使用駅であり、東急に駅業務を委託している横浜駅を除き、自社社員による業務に切り替えている。混雑対策として、本路線沿線で花火大会などのイベント開催により一時的な多客時輸送を行う場合、混雑のピークが予想される時間帯に限り、本路線内では全列車各駅停車とする、 臨時ダイヤを組む。その場合は事前に、駅構内ポスターや、電光掲示板、東急及び、横浜高速の公式ウェブサイト上で告知されるほか、臨時列車も運転されることもある。2013年、平成25年3月16日に、乗り入れ先である、東急東横線が、東京メトロ副都心線との相互直通運転を、開始し、本路線も東横線を経由して、 福都新線と、相互直通運転を実施している。すでに、福都新線は2008年6月14日の、開業時から東部東上線、西部有楽町線、西部池袋線、西部狭山線、臨時列車のみと、相互直通運転を行っており、東横線と福都新線の相互直通運転や2017年325日からは、西部秩父線との直通運転も開始された。 これにより、福都新線、東横線を介して、本路線までが一本で結ばれ、本路線を含めた、鉄道後事業者、横浜高速、東急、東京メトロ、東部、西部よる、相互直通運転が行われるようになった。これに合わせ、東横線及び本路線の速達列車、特急、通勤特急、 急行は急行の一部列車を除いて8両編成から10両編成に増強し、本路線の速達列車停車駅においても東横線と同様に10両編の列車が停車できるように、ホーム延長工事が実施された速達列車が停車しない新高島駅についても、非常時に備えて延伸工事を施行しているが、通常同期は、柵で封鎖される。なお、 このホーム延伸を考慮した形でトンネルは建設されている。一方、各駅停車については福都新線、直通運転開始後も全列車が8両編成での運転となる。東京メトロ側では福都新線開業までに、東京メトロ7000系の一部編成を10両編成から8両編成にした上で、主に福都新線や乗り入れ先の東上線や西武線内の各駅停車、 西武線では急行系列車としても、使用として使用されている。これは、東急東横線、港未来線内においても、各駅停車として運用すことに備えたものである。定期列車については、横浜駅で列車種別変更を行わずに、全列車が東横線の列車種別を引き継いで、運行される。また、東横線、菊名駅港未来線もと待ち、 中華街駅間は対比設備がないため、この区間については先行する列車が元町、中華街駅、または菊名駅まで先着する。西武線内では S トレーン、快速急行、確定除く、快速、準急、確定で、東武線内は快速急行、特急のみ、急行、確定除く、確定で、福都新線内は、急行、確定除く、 通勤休校、確定除く、確定で運転されている F ライナーも参照。以下の系統が運転されているクリスマスやゴールデンウィークなどにおいて臨時列車として、埼玉高速鉄道線浦和美園駅、東京メトロ南北線経由、都営三田線高島平駅、東京メトロ日比谷線北千住駅から東急線を経由して、元、中華街駅まで、 港未来号が運行されていた。港未来線内では運転開始当初は急行として運転していたが、2007年、平成19年4月運転部により、各駅に停車するようになった。2004年、平成16年の設定当初は、横浜未来号の名称で、東急線形を使用し、北千住駅元町、中華街駅間を一往復運転した。この際、 日比谷線内は急行運転、東横線内は通勤特急と同じ停車駅で運転した。2回目以降の運転時から、現在の名称である、港未来号に変更し、全区間急行として運転された。その後、2004年、平成16年の年末からは、埼玉高速鉄道線、南北線経由及び都営三田線から東急目黒線、東横線を経由した港未来号も、 運行されるように言った。2006年、平成18年秋から、目黒線内でも休行が設定されたため、同船内も休行運転を行うようになった。開業初日の2004年、平成16年2月1日は、休日だったこともあり、日本各地から多くの観光客や鉄道ファンなどが殺到し、乗客数が駅の処理能力を超え、ダイヤが乱れた。そのため、 昼過ぎより急遽、本来は通過する馬車道駅と日本大通り駅に特急が臨時停車し、開業を二度目の週末にあたる7日8日にも同じ措置が取られた。これは中華街において春節を記念するイベントが行われる時期でもあったため、港未来線の開業を呼び、中華街への観光客が集中したことも影響していた。利用状況としては全線を通じて、 横浜駅を利用、乗降、通過する乗客が96%を占めており、ついで、元町、中華街駅や港未来駅の利用客が多くなっている。大都市での地下路線建設となったため、建設費は全線、関連工事等を含め、約3、レーレレ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 レ円と、非常に高額になった。各駅とも位置が深く駅の規模も大きいことと、既存鉄道、 高速道路、河川交差部が多いためである。このため運賃は、既存鉄道と比べて割高となっている。そこで、1日乗車券、港未来線単独のもののほか東急線などの往復乗車券を、せ、にしたものもある。横浜、港未来パス。ただし JR 東日本での発売を発売して、観光客などを呼び込もうとしている。とはいえ、 以前の東横線横浜駅桜木町駅間は、東急線の一部だったので、高島町駅や桜木町駅まで利用しても、横浜駅までの普通運賃と比べて、最大でも40円程度多くかかるだけだったのに、港未来線開業後は別の会社の路線として、普通運賃で180から200円がかかるようになった。この運賃のあ高感が特に定期利用客から、嫌われ。 当初は JR 根岸線など、運賃の安い平行路線からの乗客移りが見込みを大きく下回っていた。このことから、増収策として、沿線施設等とタイアップしたイベントの実施、東京メトロ日比谷線や東急目黒線を介した都営三田線、東京メトロ南北線、埼玉高速道線からの直通臨時列車、港未来号の継続運転など、 観光利用を引き続き推進するほか、横浜市からの要請による沿線の企業、館長への港未来選定期利用推進の営業活動などを挙げいた。2006年度、平成18年度においては、当初の1日平均利用客計画数である13万7000人を初めて上回り、定期客の利用も増え、子供の国線と合わせた会社全体の営業利益も2007年度、 平成19度で16億90000円となっている。2013年度、平成25年度は、東急東横線の東京メトロ副都心線総合、直通開始による効果で利用者数、営業収益とも大幅に増加し、2016年度、平成28年度には1日平均利用者数が、初めて20万人を突破した。営業利益は、 開業初年度より黒字だが22億円弱という巨額の支払い利息があるため経常損益では開業以来の赤字経営が続き2007年度平成19年度は3億6900万円の赤字2008年度平成20年度は開通以降の残高時分費用と利子の支払いを減価償却費に充てたことから赤字額が大幅に増加した二千十三年度 平成25年度は、特別利益の計上で当期の純利益が黒字となり、さらに2016年度、平成28年度は、形状村益で初の黒字となった。乗り入れ先である、東急東横線、東京メトロ副都心線、西武池袋線、東武東上線と合わせ、平日始発から9時30分まで上下線とも、全列車の一号車、横浜型戦闘車が、 女性専用車となる。午前9時30分になった時点で、女性専用車の運用を一斉に終了する。人身事故などの輸送障害発生により、ダイヤが乱れた際は、女性専用車の運用を中止することがある。なお、小学6年生までの児童や体が不自由な客、及びその介助者については、男女問わず女性専用車への乗車が認められている。 港未来線の女性専用車は2005年平成17年7月25日に東横線と同時に初めて導入された。対象列車は平日の特急、通勤特急、急行であり、首都圏では初となる終日運用であった。この当時は現在とは反対側の元町、中華街方先頭車である8号車に導入されたが、元町、 中華街駅の元町口の最寄り車両が8号車であり、さらに東横線、菊名駅では、元町、中華街寄りの1箇所しか階段がなく、ここに最も近い8号車が女性専用となったことで危険な駆け込み乗車やり、遅れなどの問題が多発。列車遅延の原因にもなった上、男性客を中心に、東急に対する抗議が殺到した、いわゆる菊名問題。これを受け、 翌2006年、平成18年7月18日からは、横浜方から数えて5両目である5号車に変更した、ほか、昼間や夕方以降の渋谷方面域において、女性専用車の利用率が低いとして、終日設定を取り留め、平日の特急、通勤特急、急行のうち、始発から10時までの上下線と17時以降に、東横線渋谷駅を発車する元町、 中華街方面行きのみの実施となった経緯がある。2013年、平成25年3月15日までは夕方にも女性専用車の運用を実施する列車が存在していたため、年末や毎年8月1日に行われる神奈川新聞花火大会をはじめとする大規模イベント開催に伴う一的な多客輸送を行う場合は女性専用車としての運用を解除していた。 そして、2013年3月16日に新たに、相互直通運転を開始した、福都新線、西武線、東武東上線と実施内容の統一を図るため、相互直通運転開始後初めての平日となった3月18日からは、直通先に合わせて、各駅停車を含めた全列車に対象列車を拡大し、横浜放線当車である1号車に変更した。ただし、 設定時間帯については、平日始発から9時30分までに縮小し、それまでの夕方以降の設定は廃止となり、現在に至る。建設当時の仮称駅名は、横浜側から順に、横浜駅、横浜地下駅とも呼ばれた、高島駅、港未来中央駅、北中駅、県庁前駅、元町駅だった。また、もともと高島駅、 原神高島駅は計画されていなかったが、東横線高島町駅廃止の代償なども考え、後に都市計画が決定したことにより追加された駅である。かつては、東神奈川駅より当時国鉄であった横浜線と直通する計画だったが、国鉄末期の財政的な問題により中止され、その後1987年、昭和62年に、 横浜市からの申し入れを東急が受け、同年6月11日に、神奈川新聞の一面でスクープされ、東急東横線との直通へと計画が変更された。この計画変更によって、必然となる東横線の横浜駅以南の廃止は、終着駅として栄えてきた、東横線桜木町駅廃止に直結するため、桜木町、野下町地区住民からの猛反発を招き、 最初の地元説明会は、横浜市当局への、球団の場と化してしまったという。野毛町地区への保障として、桜木町駅と野毛地区を結ぶ、地下道、野毛地下道が整備され、また地域振興策として、野毛大道芸が生まれた。前述した神奈川新聞のスクープ記事は1995年、平成7年の開業を目指すとされ、工事着手当初は1999年、 平成11年に開業すると工事中の看板に書かれていた。しかし、横浜駅地下化工事が難航したため、開業が大幅に遅れることとなる。2002年、平成14年頃に一度、横浜地下駅の完成を待たずに、先に工事が進んでいた港未来中央をもとち、駅名はいずれも、歌唱館での暫定部分開業が検討されたほか、新高島駅付近に、 車両搬入専用の施設、同様の例として都営大江戸線があるや、電車区を設けるとの話が浮上した。しかし、莫大な費用がかかることや有効性が疑問視され、車両の搬入方法や、検査設備の確保、独自車両か、東急から借用か、などの問題もあり立ち消えになった。元町、中華街駅から、横浜環状鉄道として、本目、 根岸駅方面への延長構想があるが、現時点では計画が凍結状態にある。全駅にエスカレーターやエレベーターが設置されている。前述の通り地下深い場所を通っているため、高速エスカレーターが採用されている。赤外線で利用者を検知し、高速運転と通常運転の切り替えを行い、高速運転時は通常のエスカレーターの 1> 約1.3倍の速さとなる。また、横浜駅を除く全駅のトイレに、温水洗浄便座が設置され、多機能トイレはすべてオストメイト対応設備を備えている。2012年9月下旬頃より、各駅の駅名表に、ナンバリングが表記されている。記号は MM。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。